みんないらっしゃい。全然いいわよ、来てくれて嬉しいわ。漫画家さんのお家って初めてです。どうやって描くんですか？これ液タブって言って、モニターに直接描けるんですよ。ここも自分でやるんですから。ああ、まあそうね。やっぱ先生俺に塩対応じゃねえ。だけどみんないくつだっけ？7 16 17。わっか、死にたくなってきた。ごめん、じゃあ私だけ行かせてもらうわ。助け船を出すって話だったと思うけど、それがどうして先生のところに遊びに来ることにつながるの？世話になっている人が唯一助言を聞き入れるのは同業者、それが先輩や師匠ならなおよし。鮫島阿鼻子を説得できるのはこの人しかいない。なるほど。阿鼻子先生はやっぱり来られない感じですか？まあ向こうは習慣だからね。基本的に週刊連載って人間のやる仕事じゃないから。阿鼻子先生は今特に忙しいでしょうね。阿鼻子先生とは昔からのお友達なんですか？京アマの時うちでアシスタントしてたのよね。あんまり人と馴染むのが得意じゃなくて、アシスタント同士でもあんまり会話もできなくて、阿鼻子先生の漫画を読んですぐ分かったわ。この子は他者と分かり合いたい、ずに苦しんでる子だって。旬で追い抜かれていって。編集の仕事って2つあるの。漫画を作らせること。正解。一つ目はそれ。編集者はわがままな作家のベビーシッターみたいなことをする羽目になる。漫画家は増長し、売れたらどうしたって自信もつくし増長しちゃうのよ。脚本家の人が降ろされそうになってるから、阿鼻子先生を説得することはできませんか？ごめんね。原作をいじられることに不満を持つ阿鼻子先生の気持ち、本心は阿鼻子先生と同じ。できることなら愛を持ってキャラに触れてほしい。本当ごめんね。舞台のスケジュールとか押してるのも知ってるんだけど、この件に関しては力になれないかな。あ、こちらこそ無理なことを言って。阿鼻子先生に渡してもらえませんか？